ラブライブニュース広報部、ニコ、リン、バナ、遊ぼう、はじめましてのハッピーチューン、遊ぼう、君と僕とが出会う、それは予感、それは奇跡、夢の夢か、見たい、君と僕の奇跡始まるよ、おいで Listen to my heart。こんにちは、ラブライブニュース広報部へようこそ。ニッコニッコニー、あなたのハートにニコニコニー、笑顔を届ける矢沢ニコニコ。あ、ダメダメダメ、ニコニーはみんなのもの。気持ち悪い。矢沢ニコ役、空丸こと徳井空です。リンちゃんといえばイエローだよ。星空リン役、リピーこと飯田里穂です。誰か助けて。ちょっと待ってて。小泉花役、シカココと久保ゆりかです。アイドル活動を通じて自分たちの通う学校を盛り上げようと、アイドルグループミューズとして頑張る9人の少女たちのストーリー、それがラブライブ。この番組はそんなラブライブのことをより広くの人に知ってもらうために、私たち3人、通称ニコリン、ファナーが全力タイヤチャディで頑張る高校系アイドルウェブラジオです。皆さんもミューズ広報部の一員になったつもりで一緒に番組を盛り上げてください。はい、ちょっと今日私も長くしてみんなからのレスポンスをもらいたかったんだけど、どうかな。なんかね、これさ、今日から聞いた人はさ、え、どうしたんだろうって急にね。空のはいいの、空のはいいんだけど、その後のチアの気持ち悪いがちょっとマジ、え、そう、本当に言ってる。だいぶ気持ち悪がってる感じでしょ。聞いちゃいけないラジオ聞いたと思っちゃうかもしれないけど、そういうシーンがあったんだよ。あったのあるの、うん、つまりあったんですよ。大丈夫。そうなんですよね。素晴らしい、ね、もう2期がね、4話まで放送されましたね。うん、そうです。ここは、はい、ニコニーの宇宙ナンバーワンアイドルまでですね。うん、そうだね。てくれましたかね。お便りが、うん、来てると思いますので、はい、読んでいきたいと思います。それでは皆さん、最後までお付き合いよろしくお願いします。ラブライブミューズ広報部スタート。ラブライブミューズ広報部ニコリンパナ、この番組は2013プロジェクトラブライブの提供でお送りします。ラブライブミューズ広報部ニコ。ラジオを聞いてくれている部員の皆さんからのお便りを紹介する広報部掲示板のコーナーです。早速お便りを紹介しましょう。めったにここ噛まないんだけど、今日なんか口あるよね。噛まないな、シュルーとかやってる。気をつけよう。いきますよ。ラブライバーネーム、ひまつーさんからです。ありがとうございます。リピソラマルシカちゃん、ニッコニッコニー、ニッコニッコニー。2期4話見ました。ございます。夢なんかーいというほのかに対するツッコミから始まったニコちゃん回でしたね。昔からアイドルになるのが夢だったニコちゃんが、自分の夢がいつしか妹や弟の夢にもなっていたんですね。そんなニコちゃんのために一肌脱ぐメンバーたちもかっこよかったですし、ニコちゃんも今後はありのままのミューズとしての活動を妹たちにも応援してもらえそうですね。ところで、めちゃくちゃ可愛かった矢沢家の面々は、なんと全員徳井空さんが演じられていたんですね。エンディングのクレジットを見るまで全然気づきませんでした。家族が登場するたびにニコニーの喋り方をすごく研究してる声優さんだなと感心していたぐらいです。なるほどね。4役演じる上で気をつけたことや大変だったことがあればお聞きしたいですということですよ。そうだね。ね、我々はさ、もう知ってたから、なんか何にも考えずに、そうそう、あ、そらいっぱいやってすごいなみたいなんだけど、そうだよね、もう何にも知らずに聞いたら確かに誰そらってわかんないよね、誰やろうってなっちゃうよ ね、うん、ね。いやでもこんなにやったの初めてだよ、さすがに。しかも1話で4役ね。ねすごいね。そう、でも最初そのニコの家族が出てきますってなった時に、なんか冗談でか分かんないけど、まだ決まってなかったのか、誰かミューズメンバーで家族やりたい人いますかみたいな話とか監督が言ってたりとかして、じゃあこの中からもしかしたら花代が、花代ちかちゃんがニコの妹の声やったりするのかなとか、どうなるんだろう。やりたいだけ。バックダンサー で誰になるんだろうと思ってたら、まさか結局最終的に私に決まってて、ね、そう、面白
っぱり家族だから。そうだね。ね、似てて、いい喋、うん、り方の特徴がね。なんかちょうどさ、うん、ライブのリハーサル真っ最中。いや、いや一番ね、一番いい。あと何日か後かに本番ですって時だったんだよね。なかった。3日4日だよね。そうそうそう。だからね、超ピーク。もうみんなの疲れも、声のなんか、ガサガサのも、うん、一番のピークの時に。そうそう4役やったよね。すげーなと思ったよ ね、うん、ね、そう私めっちゃめっちゃ試練神様与えたりするそうだよね、こんな試練はないわ ね、 ねすごい感情移入したよね、うん、なんかいろいろ思い出したもん見ながら。そうそう、最初のさ、練習する時も、うん、エリがさ、うん、闇雲に練習する、うん、あのセリフ、すごい染みたよね、染みて、ね、その通りって思った、ね、思った。連日私たち朝から晩までライブに向けても直前だったからすごい練習してる中でエリチのそのセリフが出て、そう、ただやればいいってもんじゃないの、効率よくやんなきゃダメなのみたいな、ね、なんかめっちゃ感情移入したよね、その時は、ね、うん、すごい思い出すよあれ見ると、ね、私もあれ見てね、ある意味、ね、ライブの練習も少しも思い出して、そう、いや練習してたなあの時に、ね、すっごい思った。結構要はなんかそのニコニー会と言ってなんかみんなのなんか気持ちが詰まってるそうだね、頑張れがすごかったよね、そう、頑張れがみんなのなんかね、すごいありました、本当マラソンみたいな感じだよね、そう、いや暑かったよあれはかなりね、よかった。ちなみに4役はですね、うん、これ一気にアフレコさすがにね、うん、めっちゃ掛け合ってたから、ね、2人で会話とかしてたから一気にはやんなかったんだけども、そう、ね、うん、そう、でも被ってないところとかは、うん、こう2個をしばらくやって、うん、妹のココアちゃんがめっちゃ喋ってたじゃないですか、うん、ね、だからそことかずっとココアちゃんをやりつつ、うん、たまにコタロウくんのバックダンサーをやったりしつつみたいな感じで撮って、でもねすごい楽しかったけど、うん、どんな風になってるんだろうって、もうほんと完成が気になって心配だったからね、うん、昨日見て面白かったかとっても安心しました、うんうんうん、嬉しい、まだまだ感想があるので、うん、やもやもやいきます、うん、ラブライバーネームブタオさんからいただきました、ありがとうございま す、 います。アニメ2期第4話エンディングへの入り方が神がかっていて、うん、ね、しちゃいます、うんうん、前の放送でも言っていましたが、うん、ラブライブのエンディングの入り方は本当反則的ですよね、そうなの、よかった、うん、最後に誰かが決め台詞を言った後、うん、ちゃん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 ちゃちゃちゃんラララズンちゃちゃちゃんって残像が入って書いてある、書いてあるちゃんとわかっかすごいちゃん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 がいっぱい違う、ちゃん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 ちあ、違う？そうだよね、毎回そう、毎回あれ気づいたんだけど、うん、羽をさ、うん、持ってる手のひらが映ったと思ったら、うん、毎回違うメンバーが羽を持ってるんだよね、今回はね、そうそう、そあ、空じゃないなんか急にリンクだよ、リンク羽をそのまるが持つ私自身羽を持ってにっこりしちゃったびっくりしちゃう、みんな全国ニコニーだったのそう、ニコニーになったあれなんかさ、ほのか2話でね、そう、うん、海って来てたから、あ、2年生からかなと思ったら、うん、今回2個だったから、あ、うん、そういうわけでもないの、うん、次誰が来るんだろうっていうのがね、ね、楽しみ、ね、気になりますね、うん、よかったよ、いや、エンディングもよかったわ、うん、で続きまして、うん、ラブライバーネーム馬さんからです、ありがとうございます。そろまろリッピーシカちゃん、リンちゃんといえばイエローだよー、ラブライブ4話見ました。ニコちゃんを追いかけてる時に車の間を通るリンちゃんのなんか不本意だにゃーは、橋の横で話してる時に、リンちゃんがハンカチを敷いて座ってるところ、リンちゃん推しの私としては今回もとっても可愛いリンちゃんを見れて幸せです。
このハンカチ私も超可愛いと思った。すごい話題になってたんだけど、うん、黄色い、うんうんうん、しかも黄色いハンカチをちゃんと引いてて、そうそうそう、黄色いハンカチ持ってるんだと思って ちょっとね、うん、感動したんだよ ね、うん、なんか緑とかだったら、あ、花よが敷いてあげたのかなって思うけど、あ、確かにそれもあり、黄色ってことはきっとりんちゃんが自分で持ってるやつなんだと思って、よいしょって引いたのかなと思って、ね、それね、見て、可愛いと思って、しかも2回もちゃんと敷いてたから、引いてたね、同じ位置にみんな座るんだ、立つんだって思ったんだよね、あの公園、うん、よくあそこにいるのかもね、いるね、確かに、うん、なんかすごいギャップがあるよね、りんちゃんの。ギャップだったね、うんうんうん、女の子らしさかなりね、感じた。そっか、フォイニャーだったね、確かに。フォイニャー。あ、のぞみなんで入れないんだろうと思った。あーってどうすんだろうって、ね、あ、りんちゃんえみたいな。そうそう。なんか不本意とかあんまりんちゃん言わなそうなのに、ここで言って、こう行くのかと思って、なんか面白かった。そう、新しいなと思って。じゃありんちゃんがかわいそうなとこ入ってくるよね、今で。ね、なんか2話ぐらいもそんなあったし。そうだね、結構ね。いいね、うん。そういう役回りで行きたいな。今後注目していきたいね。はい、じゃあ続いてみますね。はいはい、ラブライブネーム、将軍さんからです。ありがとうございます。サラマラリピスカちゃん、ニッコニッコニー。ニッコニッコニー。アニメこれは3話かな、3話のお話ですね、うんうんうん、見ました、うん、アライズとまさかの遭遇、そして直接対決とすごい熱い展開でしたね、さすがの全国トップ、アライズのライブは、圧巻で、うん、他にもアライザーになりそうなことでした。アライザー、アライザー、悪者っぽいね、なんかロボみたいな感じする、ね、ですが、その後のミューズの夢の扉のステージの綺麗さには鳥肌立ちっぱなしでした、うん、きっとあの満天の星空は1話のほのかの、なんだろうな、うん、何これ、神通力っていうのかな、神通力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 だち、全員バカだったよ、間違えてたよ、神通力がまた発揮されちゃうのでしょう、わら、うん、みたいな感じでいただきました。いやでも、アライズのさ、ライブシーン、うん、やっぱりさ、なんだろう、私たちが見ても、うん、アライズすごいやって思っちゃったよね、かっこよかった、うん、めっちゃ、ね、メンバーもそう言ってたもん、ね、ゆきさんかわいいよね、アンジュちゃん、アンジュちゃん、アンジュさんもかわいい、アンジュちゃんも、うん、アンジュちゃん好きだよ、アンジュちゃん、アンジュちゃんアンジュちゃんだったよね、アンジュちゃん、前回かわいいみたいな感じになっちゃうんだけど、なんか可愛いかっこいい、なんかさ、ね、なんていうの、全くアイドルみたいなのすごい揃ってるよね、ね、ね、全然ミューズとは違う、ね、ミューズじゃないものを持ってるし、ね、みたいな、うんうん、曲もね、また違う、ね、ミューズでは多分歌えないというか、ね、また違う感じがあってさ、ね、かっこよかったな、かっこよかった、これからどうなるかまだわからないからね、そうだよね、そうだよね、確かに確かに、でもあ4話でさ、結果さ、うんうんうん、うちらあの3話で夢の扉のステージやって4話に繋がって、うん、まあ、結果通ったじゃん、うん、通った通った通った、よかったですね、あのね、面白かった、夢落ちのところとかさ、ミューズミューズみたいな、タントガールズみたいな、そうそうそう、面白かった、タントガールズは結局いたのかな、実際に、そうなんだよね、そうなんだよね、多分ね、そうなんだよね、あれもう一個がなんだっけ、ミッドナイトガールズみたいな、ミッドナイトミッドナイトキャッツ、ミッドナイトキャッツのポスター貼ってたの、びっくりしたの、ね、あ、だからミュータントガールズが存在するのか気になった、ね、そうだね、気になったよね、そうなんか、よかったな、じゃあただただなんかアニメ好きな人みたいになっちゃったね、貼ってたよね、気になってた、気づいた気づいた視聴者の会話、視聴者の会話、そうなの、気になりましたけれども、はい、続きまして、ラブライブネーム、レミーさんからいただきました、ありがとうございます、そらまるリッピー、シカちゃん、そらまるの嫌いな食べ物といえば豆腐だよ、それは僕たちの奇跡、ゲットしました、ありがとうございます、オープニングで聴いた時から大好きになった曲なので、うん、フルで聴けて嬉しいです、うん、特にさあ夢を叶えるのはみんなの勇気、うん、負けない心で明日へ、かけていこうという歌詞も、4月から新しい仕事の担当になって、うん、不安だらけの私に勇気と元気を与え、うん、よし頑張ろうと奮い立たせてくれました、うん、不安になったり弱気になった時、いつも私を助けてくれるミューズに少しでも恩返しできるようにずっとずっと応援していきますので、うん、これからも頑張ってくださいという、楽曲のね感想もいただきました、ありがとうございます、オープニングも発売になって、ね、うん、ありがとうございました、うん、いや2番とかもすごいいい歌詞、いいじゃない、なんかそこ
なんていうの、最後を見据えてじゃないけどゴールをあった上でのさ、うん、なんか進んでいく曲だよね、うん、そうだね、なんか前向きでね、そうそうそう、なんか闇雲に走るだけじゃない感じ、うん、そうだ ね、 うだね、ちゃんとみんなで目標に向かってってる感じがあってね、すごいなんかいいよね、なんかいい、うん、頑張んないとね、そうそうだね、そうそうそう、今ね3年生の話とかもいろいろあるから、うん、どうなっていくのか我々も楽しみなところじゃんか、まだまだね、そうそう、こちらもわかんないから、そうだね、だから楽しみにね、ちょっと頑張ろうね、はい、頑張りましょう、ということで、はい、たくさんお便りありがとうございました、まだまだねいっぱいお便りお待ちしてますので、うん、いっぱいこれからも送ってください、はい、それではここで1曲お聴きください、5月8日発売です、エンディングテーマはどんな時もずっとのカップリング曲です、ミューズでカラフルボイス、ワイワイワイでしょカラフルねねねね、要するとずっと仲良くしたいと夢見る心が騒ぎ出す、ラブライブミューズ広報部、ニコ、リン、パナ、負けない心で明日へかけていこう、僕たちの奇跡メール、皆さんから送っていただいた奇跡だと感じた瞬間のエピソードを紹介するコーナーです、はい、私たちはそのエピソードはどのくらい奇跡的だったかをそれぞれの奇跡あと一歩で判断をします、3人ともが奇跡と判定すると、うん、なんとそれは僕たちの奇跡のサビ部分が流れますよ、うん、なるほど、新コーナー、うん、新コーナー、新コーナーだね、すごいね、どんな奇跡がさ、うん、送られてくるのかな、ね、意外とすごそうなの来る気がするんだよ ね、 ね、確かに、ね、気になるね、じゃ記念すべき第1号、うん、ラブライバーネームフォーチュンおせんべいさんからです、ありがとうございます、先日大学で健康診断があったのですが、うん、体重が 77.7 キロでした、うんうん、BMI 的にはかなりまずいのですが、うん、奇跡のようでちょっぴり嬉しかったです、というこのゾロ名だった、あー、なるほどね、分かんなかった、分かんなかった、ごめん、BM なんとか値も 7.7 だったのかなみたいな、いやでも身長が分かんないから、そもそも体重、そうそう、体重が重いのか軽いのか分かんなくて、すごいか、めっちゃ期待し、あ、ごめん、なんかすごいの来るとか言っちゃったから、とりあえず判定すればいいもんね、判定ですよ、そうだ、そうだ、そうしよう、じゃあ判定いきますよ、今のエピソードはせーの、あれを一本、もううちら完全にそう、答えを知らなかったから読んでる側じゃなかったから、読んでるとこ数字で 77.7 って書いてるから、ちょっとその目が分かりやすかった、でもさ、その奇跡はさ、もうすぐに変動するから、そうだね、また違うの待ってるよ、じゃあもう一ついきますよ、はい、ラブライバーネームクロクロさんからです、ありがとうございます、まだ僕が小学生の頃、うん、テレビ番組の検証でハワイ旅行を当てたことがあります、ペア券だったので結局自分は行かずに両親に行ってもらったんですけど、当たった時はびっくりしました、うん、本当に当たるんだこれ、ねえ、すごい、昨今ないよね、多分ハワイの検証なんて、ねえ、ないね、じゃあ判定いきますか、うん、いきますよ、うん、今のエピソードはせーの、あと一歩、あと一歩かな、このそうです、悩んだのすごい悩んだの、そうだね、難しいとこだね、まあこれ奇跡って言っていいか分かんないと思って、なって思っちゃったの、偶然っていう言葉も、うん、そうだね、ラッキーくじだからね、そう、そうラッキーだったらラッキーって言ったかもなっていう、厳しくいこうかな、うん、これちょっとこれ第1回から結構厳しめお便り全く来なくなるかもしれないよ、ハードル高い、相当な奇跡、相当な奇跡送ってくれるようになるかもしれないからね、まだあるのかな、もうない、すいません、結果奇跡起こらずでしたけど、起こる奇跡をね、うちらは流せなかった、よっぽどなんか偶然の再会とかなんかそういう奇跡あるよ、きっとこちらを求めておりますので、皆さんも奇跡のような体験をしたらどんどんメールで報告してくださいね、以上僕たちの奇跡メールでした、ラブライブミューズ広報部、ニコ、リン、パナ、誰か助けて、ちょっと待ってて、
からいただいた親のみや応援しくって夢を紹介し、私たちニコリンパラのオリジナル応援歌で背中を押してあげるコーナーです。オリジナル応援歌はこうしてボーカル、ドラム、伴奏の役割を決めてお届けしたいと思います。ということで、はい、さったかな、みんなに。あー大変だぜ、始まりからこれは。また来たか、これ。そっかそっか、それではもうさ、もうとっととっとと最初のメールを紹介したいと思いますよ。曲めっちゃ生まれちゃうもんね。そうね、ラブライブーネームテリオさんからいただきました。ありがとうございます。一人暮らしをしているのですが、うん、家に帰っても誰もいないので、おかえりやおはようなど温かい言葉が恋しくなります、うん、寂しいです。なので帰った時に温かく迎えてくれる、そんな応援歌を作ってくださいという、うん、ポカポカした曲をね、きっと求めてる感じなんですけれども、まあそれではくじでパートを決めちゃいましょうかね。はい、いいよいいよいいよ。怖い。じゃあパレッパパッとパパッとパパッと残り物には服が、うわあ、特にボーカル、みんな伴奏、え、ドラム、ドラムが伴奏って、伴奏って結構難しかったからな。なんかそうだね。それでジャンル、ジャンルなんか書いてないよ。ジャンル引くとか書いてないんですけど、今回ジャンルあるの、急にある、ね、ジャンルくじが増えてる今回。でも逆に道がさ、ね、ね、レールがちょっとでも引けた方がいいかも。引いて、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 そらまる。じゃあ真ん中、うん、本日のジャンルこちら、お、サンバ、サンバ、サンバ、絶対求めてるやつ違うよね。ね、サンバって歌詞あんの？ないと思う。ドラムいる、サンバ。ポンポンしたやつ。そうだよね。サンバのボーカルってなんだよ。あったかいさ、あったかい、おはよう、あったかい感じだよ、多分。あったかいさ、あったかい、ハワイサンバだよ。ハワイサンバ、あったかいサンバ、ハワイサンバ、ハワイサンバ。なんかでも結構あったかい気がするけど。そうだよ。難しいんだけど。サンバね。オッケー。まさかサンバでボーカル難しい。サンバでボーカル得意空、伴奏いいだ。伴奏いいだりをドラム久保でやりたいと思います。はい、それでは行きましょう。パラッパラッタラッタタラッタ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 ッ、いただきます、サンバ、ごちそうさま、おかえりなさい、お風呂が沸いてる、明日も頑張りましょう。サンバ、サンバ、サンバってこんなのあれ、ちょっと私の知ってるサンバじゃない、私うちもサンバこんなんじゃないと思ってた。すごいさ、なんか朝のさ、朝の教育テレビとか、ね、なんかね、番組のオープニングなんかちょっとね、え、サンバってさ、なんかサンバっぽいから、ね、ジャガーだよね。そうだね、こっちで伴奏の人が歌ってるように聞こえてきて、サンバ、サンバ、あの不思議な現象が起こる、キーボードの言葉が出るボタンを押したの、ね、あるよね、あるあるある、そういうやつ。でも歌って、なんかこれあれ、なんかお前が俺に嫁に嫁ぐ時の歌みたいな、あれにちょっと近いなみたいな、なんとかまだ言ってたの、そうそう、あれ的な雰囲気が出てたけど。そうですね、まだ行きますか、うん、あ、まだ行くそうです、ね、まだ行くんだ。ちょっとえ、でもまだジャンルがそうだ、そうだ、ですよね、違うの無視したけどね、ジャンル無視したけどね。ラブライブネームすすめトゥモローさんからね、はい、ありがとうございます。実は僕は女性と話すのが苦手です。話しかけられると目をそらしてしまいますし、上がってしまい、うまく話せません、うんうん、そんな僕に女性恐怖症を克服できるような応援歌をお願いします。はい、女の子とお話しできるようになる応援歌ですね。サンバのメロディーが頭の中をかけてくれてる、自殺サンバ、サンバみたいな、全然サンバ、全然サンバじゃないのに次行くのかと思ったら、ちょっとよくわかんない行事で、もう頭の中をね、駆け巡ってるよ、サンバって言ってたからね。じゃあ役割、はい、あ、ね、あ、もう怖い。じゃあこれ、うん、じゃあこれ、じゃあこれ、さあ何かな、なんか、これボーカル、いいな、バンス
ジャンルって書いてるやつですよね、うん、そうね、いくよ、うん、あ、ジャンルはラッパー、ラップ、ラップにドラムいりますいるいるいる、ラップでなんだっけ、温かくなんだっけ、目を女の子と話せるようになる、こすげえチャラチャラした歌になっちゃうなこれねそうだよ ね、 だいぶラッパソングみたいになっちゃうけど、まあ、女と話せるようになるよこれ聞いたらみたいな感じになっちゃいますけどとりあえずラップの伴奏かやってみようか、うん、はい、ね、はい、じゃあそれではいきましょう、ダンダンダンピーバララッタ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 タララララララッタタ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 タ、女子と話せるようになるにはまずはこれだぜ、ちょっと優しくね、髪切ったって聞いてごらんよ、そしたら女子はえ、わかったのって言ってくるから、いつも見てるからわかっちゃうんだよって伝えるんだよ、それからえ、どこに切ったんとか言ったらさらに会話が広がるよ、女子はとにかく見かための見た目の外側のことを褒めたらいいんじゃないかな、よよよカモン、もう個人活動でしたねかなりソロ活動確実に全員が思う女子をなんか女子と話せるおのおののパートだったから不協和音でしかなかったんですけど、不協和音だったね、なんかあれおかしいな全員違うところ走ってたよ ね、 今ね、バンドの方向性がね音楽の方向性がね今ねぐちゃぐちゃだった、そうだねそうだね興奮したらなんか手にすげー黒い粉どっから出てきたの黒い粉そうだよ、どうだったかな、うん、いや応援されたと思うよ、なんでこれで、うん、いい詩だった、いい詩だった、そうだよね、いやいずれこれが音源化されるかもしれないから、そうだよね、ベストアルバムに向けたかもしれないです、頑張ろう、おい、何回するのか、うん、うちらも楽しいですね、はい、はい、皆さんも応援してほしいことがあったらどんどんメールを送ってください、以上ニコリンパの応援歌でした、ここでラブライブからのお知らせです、まずはアニメ情報です、はい、ラブライブテレビアニメ2期は東京 MX にて毎週日曜22時30分から、読売テレビにて毎週月曜26時29分から、テレビ愛知にて毎週月曜25時35分から、BS11 にて毎週火曜24時から放送中です、さらに配信情報です、バンダイチャンネルでは毎週火曜24時から、ニコニコ生放送では毎週金曜23時30分からです、お楽しみに、テレビアニメ2期のブルーレイ第1巻が6月20日に発売いたします、特装限定版にはミューズネクストライブアット埼玉スーパーアリーナチケット最速先行販売申し込み券が封入されているほか、ミューズオリジナルソング CD など豪華特典満載です、さらに7月25日発売の第2巻特装限定版には2014年2月8日のライブ映像パート1を収録しております、そして一期のブルーレイ特装限定版が5月28日に全7巻同時発売いたします、チェックしてください、さらにアニメ2期のオープニング曲が DVD 付きで発売中です、エンディング曲は5月8日木曜日に発売します、 CD 発売は水曜のイメージがあるかもしれませんけど、エンディングの CD は木曜日ですのでご注意くださいませ、さらに挿入歌シングル1夢の扉が5月28日にリリースします、こちらもチェックしてください、続いて単行本の情報です、君の桜子先生が送るオリジナルストーリーラブライブスクールアイドルダイアリーは第1弾から第9弾までが発売中です、その他の詳しい情報はラブライブ公式ホームページをチェックしてください、以上ラブライブからのお知らせでした、ラブライブミューズ広報部ニコリンパナー、そろそろお別れの時間が近づいてきました、この番組では皆さんからのメールを大募集しています、アニメの感想など思いついたらどんどん送ってください、メールは番組サイトのメールフォームからお願いします、というわけで次は5話の放送になりますね、ぜひ皆さん見てまた感想を送ってきてください、お願いします、それでは今回
回のラブライブミューズ広報部ニコリンパナはここまで。お相手は徳井空と飯田里穂と久保ゆいかでした。バイバーイ。ラブライブミューズ広報部ニコリンパナ、この番組は2013プロジェクトラブライブの提供でお送りしました。